皆さんこんにちは、水木青の青色 TV、 イエーイ、始めました。今日はみんな一緒に試せる口デカ企画です。ぜひ皆さんもこちらをご準備ください。ゆで卵、うまい棒、おにぎり、シュークリーム、豚まん。そしてしかもこの豚まんは特大豚まん。はい、今日はねこちらの口デカ企画パート2をやっていきたいと思います。それではどうぞ。まずはゆで卵。もうゆで卵はな、簡単なんよな。ゆで卵で一口できない人はもう本当の口が小さい方です。それではいきます。レベル1、ゆで卵。いただきます。楽勝。レベル2、うまい棒。いただきます。うまい棒が思ったよりハードル高かったけど良いでしょう。レベル3、おにぎり。おにぎり一口でいける人は結構すごいと思う。ではおにぎりいただきます。レベル4、シュークリーム。クリームが出てきそうでちょっと怖いっていうのがあるけど、いただきます。サイズはこれぐらいです。危なかった。結構危なかった。レベル5は豚まん。なんか肉まんはもうすごい小さいサイズでやってんけど、これが豚まんのバリでかいサイズでした。めっちゃでかいんやけど、これ私の拳よりもでかい。こちらをいただきます。どどーん。なんと5個の商品を簡単に食べきることができてしまいました。いやー、なんか普通になんか私の食事みたいな感じになってしまったけどさ、皆さん本当にでかい商品ですよ。ぜひやってみてください。ということで見てくれてありがとうございました。ほなバイバーイ。はっはっは、我が口デカさ。なんかさ、伸びた気がする。バイバイ。